こんばんは。今週ね、チアフルフェスタっていう白猫の物販のイベントがあったんで行ってきたんですよ。なので、まあその時の感想とかを喋っていこうかなと思います。で、これ開催地がね、東京、大阪、福岡とあって、今が東京の期間なんですよ。ただ東京の期間は明日で終わっちゃうんで、まあグッズが気になる方は急いだ方がいいかもしれないですね。はい。どんなグッズがあるかは概要欄に貼っとくので、ぜひともチェックしてみてください。ということで、まあ本題に入っていくんですけど、まず最初のテーマが、東京すごいですね。まあいろんな意味でのすごいなんですけど、まず東京駅ですね。あれ毎回迷うんすよね。なんか出口がいくつかあるんで、なんかどっから出ればいいのかってなんかなっちゃうんですよね。多分わかるって言ってくれる人いるんじゃないですかね、あれ。東京自体にはまあ何とか行ってるんですけど、広すぎてマジで毎回迷いますね、あれ。で、そっからバスが出てたんで、それで目的地の近くまで行こうとしたんですよ。そしたらバスの降りますボタンが、いつ押せばいいのかってわかんなくなっちゃって、押した頃に目的地を過ぎてしまうと、バス自体にはそれは当然乗ったことありますよ。ただ今までね、そんなに混んでることってなかったんで、降りますボタンって使ったことなかったんですよね。なので、心の中でね、押すのは走り出す前なのか、走り出してからなのか、いつ押せばよくわかんなかったんですよ。なので、ちょっと悩んでたんですけども、調べてみたらね、走り出す時がいいらしいですね。なので、そこで一応押したわけなんですけど、結局、目的地から離れちゃったので、まあ、歩くことになってしまったので、まあ、これ、それバス乗んなくてよかったんじゃねって思ったんですけど、まあ、勉強代だと思えば、まあまあ、安いとは思いました。次からは気をつけるようにします。はい。それで、丸井に到着したわけなんですけど、まず驚いたのがね、8階まであることっすね。ショッピングモールで8階って結構大きくないですか？東京だと結構普通だったりするんですかね。で、8階まで行くと、白猫のブースがありまして、そこでもちょっとね、びっくりすることがあって、それ何かっていうと、人がいることですね。そんなにね、人いると思ってなかったんですよ。なので、そこがちょっと驚きって感じかな。で、その影響なのかね、いくつか売り切れてるものがあったりしました。ただ、大体買いたいものに関しては買えたので、まあ、紹介していこうかなと思います。はい、一応買ったのがこんな感じになるんですけども、まあはい、こんな感じで、まあとりあえず一個一個紹介していこうかなと思います。まずアクリルスタンドなんですけど、このイベントでしかこの衣装って多分ゲットできないと思うので、とりあえず一個は確保しときました。これね、2200円するんで高って思ったんですけど、まあアクリルスタンドの相場的には普通だったりするんですかね。ちょっと相場がわかんないんですけど、どうだったりするのかな。はい。で、次に白手にの石鹸ですね。まあ、なんか特別感があったんで買いました。こういうグッズってさ、仮にゲームが刺繍しても残るじゃないですか。なので、まあ、記念にっていう感じで買いました。で、これ値段に関しては2420円でした。これも高くないっすか？普通なんかな？どうなんすかね？こういうキャラモンってのがどんなもんかわかんないですけど、はい。で、次に白手にのゼリーですね。一個食べてみたんですけど、まあ甘くて普通に美味しいかなって感じです。ただこれめっちゃ水分持ってかれるんですよ。なのでまあ飲み物は必須かなと思います。で、これランダムでなんかシールみたいなやつもついてくるんですけど、はい、ミュウエでした。まあオリキャラだし、まあ一番の当たりだったりはするのかな？はい。で、値段に関しては594円でした。まあ高いっすけど、まあディズニーとかで買うよりはまだ安かったりするのかな？どうなんですかね？今のディズニーがわかんないんですけど。まああれよりはマシかな？はい。で、次、モチーフリングですね。キャラごとになんかデザインが違うリングみたいな感じなんですけど、まあ当然ルーシェのものを買いました。これ1万1000円もしたので、まあ使うというよりかはしっかり保管しておこうかなと思います。はい。で、次に缶バッジなんですけど、これ1つ440円で、それを5つ買いました。で、何が出たかっていうと、まずはレイガです。これ多分本家でしか出てないので、まあ知らん人もいるとは思うんですけど、ヨナとかと一緒に出たようなキャラですね。はい。で、次にエプリルと。まあ、これも本気オンリーですね。はい。まあ、ゼロキスとかと一緒にいたようなキャラです。はい。で、次にオーガです。かっこいいですね。まあ、当時シャルを狙って引いたらオーガばっかたくさん出た思い出が蘇るんですけども。懐かしいな。はい。で、次にシロウですね。まあ、大人版ですね。かっこいい。はい。で、最後に赤髪ですと。まあ、これもかっこいいと。はい。で、最後にまとめると、こんな感じですと。まあ、ルーシー狙いではあったんですけど、まあ、数が多いんでね、まあ、仕方ないかなとは思います。はい。で、最後に、3000円買うごとにもらえるやつですね。はい。6分の1でルーシーが出るんで、めちゃめちゃドキドキしながら引きました。
で、まず一つ目がアシュレイと。惜しいっすね。アシュレイと来たら、まあ、ルーシェと言ってほしいんですけど、アシュレイなぁ。ちょっと白手にも一応来てほしいんですけど、やっぱ男キャラだからな。ぶっ飛んで人気とかじゃないとなかなか厳しかったりはするのかな。やっぱいい声なんですけどね、早見さん。はい。で、二つ目がアイシャと。アイシャ BGM かっこいいっすよね。やっぱあの最新の帝国戦記の BGM もかっこよかったりするんで、まあ、またアイシャの出た時とかも期待しようかなと思います。で、三つ目がジュだと。いいっすね、ワンペア。はい。かっこいいっすよね、やっぱ。まあ、小安さんが声当ててるということで、まあ、どうしてもディオが出てきちゃうんですけど、まあ、ほんといい声してますよね。はい。で、四つ目が、ルーシェですおルーシェ出ました。とりあえず任務完了っすね。はい。まあ、この時点でもう大満足です。はい。まあ、本家だとね、割と登場頻度高いんですけど、白手にだとね、最後の登場がもう3年前ぐらいなんですよね。はい。ということで、何卒、よろしくお願いします。ただ、新キャラとなるとね、強いじゃないですか、やっぱり、当然ね。うん。で、強いと、基本嫌われるんですよ。なので、まあ、ほどほどだと助かるんですけどもね。ただ、強いと、MVP に、投票されてたりとか、あと、チビキャラに選ばれたりとか、まあ、そういう可能性が出ると考えると、まあ、ありなのかな、とは思いましたけども、結構悩みますね。はい。ということで、まあ、それは置いといてですね。はい。5つ目いきます。5つ目は、キュアです。まあ、このキャラも本キャラと登場結構してる割には、テニスには来てないっすよね。まあ、クリスマスとかバレンタインが割と適任なので、まあ、そこら辺に行きたいかなと思います。で、最後、6つ目。6つ目は、キュアでした。かぶりました。まあ、アレンだけ出なかったんですけど、まあ、ここまでかぶんなかったらいい方なんじゃないっすか。はい。一応満足はしてますね。はい。ちなみにこれ3000円ごとに1枚ってことは、まあ、6枚さっき開けたので、1万8000円分買ったってことじゃないですか。で、今回使ったお金がちょうどま、1万8000円ぐらいなので、いや、買い物上手っすよね。買い物上手っすよね。ま、しっかりと計算して買ったので、はい、こんな感じで。まあ、例えばさ、1万6000とか7000だった場合は、まあ、1000円足したりとか、まあ、そんな感じで考えて引くと、まあ、狙いが、まあ、多くね、出やすくなるのかなと思います。買うときの位置を、はい、アドバイスとして置いときます。はい。で、会計の時に、カードを作れば、なんか、しおりみたいなやつかな、がなんかもらえますよ、みたいなこと言われたんですけど、まあ、あれ一応クレジットカードなんで、まあ、慣れてない人は注意した方がいいかなとは思います。普段な人は、まあ、買わなくていいとは思います。はい。買うというか、まあ、作んなくていいとは思います。まあ、わかる人だけって感じですね。はい。ということで、まあ、こんな感じでした。ちょっとだけ買うつもりが結構買っちゃったので、あらかじめこれだけ買うって決めてないとマジでこれも危険ですね。注意してください。はい。ということで、まあ、以上ね、東京でのま、話となるんですが、そうですね。まあ、一応話は以上なんですけど、まあ、マッチポイントになったので、一応試合の方に戻りますか。はい。試合について喋っていくと、一応これタワーだったかな？どうだったかな？多分タワーだと思うんですけど、タワーね、ようやく3000今日行ったんですけど、それぐらいちょっとね、前回の試合数の半分ぐらいなんで、全然試合しないのがバレるんですけど、まあ、ほどほどにはやってるので、まあ、次回大会とか、まあ、今大会もまだ終わってないので、まあ、これから頑張ろうとは思います。ということで、ここまで。ありがとうございました。お疲れ様でーす。